建設産業図書館は東京都中央区築地にある建設に関連する資料全般を収集対象とした施設の専門図書館である。2002年11月に東日本建設業保障の創立50周年記念の一環として設立された。建設産業史、土木史、建築史、建設関連の社史、団体史、電気、建設関東統計、 放期、建設労働、その他建設全般。重点収集資料は、統計、社史、年史、電気。資料には、独自分類を採用している。A 総機 B 人文科学 C 社会科学 D 自然科学 E 産業 F 工学、環境、情報 G 建設工学 H 住宅 J 都市、土地系国土、地域、社会資本 L 建設経済 M 建設市場。 N 建設産業 P 建設政策、建設業行政、建設関連文学書と称したコーナーがあり、近代文学では、高田露伴、五十藤、菊地博温州の彼方に、杉本園子、玉川兄弟江戸上水物語、青山浩二、戦いの構図、現代作家では、夢枕幕、四南、山田栄美、風味絶賛、篠田真由美、建築探偵、 桜井京介の事件簿シリーズなど377点を収めている。職員の江口智秀は、五十頭について、大嵐にも自分の盾か頭が倒れるはずがないと見にもいかない、大工が主人公。ここに責任志向の極みが描かれている。偽装時代と言われる中、建設業で働くすべての方に読んでいただきたいと述べている。主な執筆者の五十音順。 ありがとうございます。